します。音声のテストです。音声のテスト、皆さんこんにちは。私、横浜市にぎわいスポーツ文化局長の足立と申します。横浜エクセレンスの皆様、本日は新体制発足誠におめでとうございます。横浜エクセレンスの皆様のお力添えもいただきながら、横浜市民の皆様にバスケットボール、そしてスポーツの素晴らしさをしっかり発信していただきですね、この街の活力づくりに取り組んでいきたいと思っています。皆様こんにちは。今シーズンより横浜エクセレンスの代表取締役社長に就任いたしました桜井と申します。横浜とのつながり、ファンブースターとのつながり、チーム同士のつながりですね、で各ステークホルダーさんとのつながりを、つながっていくと、そして強くなりましょう。B2 昇格、B3 優勝に向けて、まずは全力で全身全霊で、この業務に向かっていければと思います。それぞれその強み、そういったところを理解していて、全員がクラブのために献身的に働き、自分の強さを出しながら、優勝に近づくために、仕事をできる選手だと信じています。ペップが表現するバスケットボールを信頼して、クラブ全体で推し進めていって、目標達成をするための仕事ができればと思います。背番号8番西山達也、背番号9番小沢智政、今紹介させていただくメンバーに加え、本日は今シーズンより横浜エクセレンスのアシスタントコーチ兼通訳を務めます上郷真司にもお越しいただいております。上郷さん、ステージへお上がりください。初めて緑のユニフォームを着るのですごい新鮮な気持ちと、この胸に横浜っていう地名が入るのはなかなか珍しいことだと思うので、これを胸に戦っていくっていうのがすごい現れたすごい素敵なユニフォームだと思います。このロゴがこの脇の下に入っているのが、今年新しくなったところで、これが僕が気に入ってるんで、早く試合できるのを楽しみにしてます。以上です。I just want to say that I'm very happy to be part of Excellence family, and I would like to just ask you for your support and let you know that all these players and staff, we're going to give all our maximum in order to get our goal, that is to go to B2. そして、なんとここで一つお知らせがあります。今年1月より横浜エクセレンスの仲間に加わった公式マスコットのピックロールですが、新たに今シーズンより横浜エクセレンスの特命高校隊員に任命されることとなりました。そして今日はなんとピックとロールが遊びに来てくれています。ピックロール、ステージの方に来てください。とロールが特命広報隊員に任命されたということで、なんとですね、タスキも用意してあるとのことなので、それでは特命広報任命隊員のタスキをおかけください。食べないように監督しないと。慣れ方の2人ですね。じゃあピックとロール、これからも横浜エクセレンスの魅力をじゃんじゃん伝えていってください。よろしくお願いします。以上、ピック&ロール特命広報任命隊員のお知らせでした。ピックロールありがとう。西シュリフもありがとうございました。それでは元の位置にお戻りください。それでは最後に選手を代表して
都市野和彦より皆様へご挨拶をさせていただきます。今日はお集まりいただいて本当にありがとうございました。まあ、昨シーズンに引き続き、今年もこんな素晴らしい場で、新体制の発表ができてすごく嬉しく思っています。チームの目標としては、やはり B2 昇格、B3 優勝というところが本当に、まあ、今シーズンこそはという思いで、自分も残りましたし、去年からいる選手は、昨シーズンの悔しさというのを忘れずにこの夏、過ごしてきました。今年から加入したメンバーも、同じ目標を持って、まあ、エクセレンスと一緒にこう B2、B1 で上がっていくという、まあ、そういう思いで、このチームに入ってきていると思うので、全員で一丸となって、今シーズンこそは、目標を達成して最後に、皆さんと一緒に喜びをこう分かち合ってシーズンを終えれるように、一日一日大切にしながら、頑張っていきたいと思います。今シーズンも応援よろしくお願いします。ガッツポーズお願いします。痛い痛いポーズ、ガッツポーズお願いします。笑顔バージョンもいただきましょうか。笑顔で正面に皆さんお願いします。